は、田島国に存在した藩。藩長は伊豆城、伊豆市場。伊豆市場本丸から、城下町を俯瞰慶長5年の関ヶ原の戦いの時、小出義政は、父の小出秀政と共に西軍に組みして、丹後国田辺城を攻撃したが、義政の弟、小出秀家が、東軍に遺族して、関ヶ原本線にて活躍した功績により、戦後、 徳川家康から六万国の所領を安堵された。慶長九年の秀政の死後、小出義政は泉国岸和田藩に違法され、代わって、伊豆市領は、吉政の嫡男、吉秀が領した。その後、吉秀は、吉政の後を継いで、岸和田領を継ぐことになり、伊豆氏は、吉秀の弟、吉地下が継ぐこととなる。いわばこの時、小出家は、 岸和田と伊豆市の両家に分かれたと見るべきである。しかし、元和五年、岸和田領を継いでいた吉秀が、五万国にて伊豆市に移されることとなり、これに伴い、弟の吉親は、丹波国園部へ違法され、園部藩を立藩する。結果、吉秀は再び、伊豆市藩主になった。その後、田島伊豆市の小出家は、藩主の創生が、相次ぎ、 第九大藩主、英及びが、元六九年に三歳で死去すると、むつぐ断絶となった。その後を受けて、松平忠近が四万八千国で入ったが、法永三年に、品の国上田藩へ移法された。入れ替わりに、品の国上田藩により、戦国マ明サーが入り、戦国氏の支配で、明治時代にまで至った。明治四年、廃藩地県により、伊豆市県となる。 その後、豊岡県を経て、兵庫県に編入された。戸様六万国五万国、吉政、十四位下、島野守る、泉国岸和田藩へ移法、吉秀、十五位下、山と守、岸和田藩を継承、吉地下、十四位下、島野守る、丹波国園部藩へ移法、吉秀、十五位下、山と守、岸和田藩より五万国で財封、吉重、 15位下、修理スケ、エいやす、15位下、た、前主、エい十15位下、た、やまとまもる、えいちょ15位下、た、はりままる、えおよび、溶接のためかに感触なし、ふだ四48000国、ただち十14位下、伊いがまもる、じじゅう、とざま58000国3万国、正明、十五15位下、越前守ぜんまもる、まさふ15位下。 シナノマモル社奉行、生達、十五位下、越前守る、久行十五位下、行部将遊、久道、十五位下、越前守る、マサミ、十五位下、越前守る、グリ、十五位下、越前守る、戦国騒動により三万国、正方、十五位下、越前守る。十二位、死者区、急行丘陵 詳細は不明である。上記は記載分のみ。ありがとうございます。